はいどうもピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。まあ、前回のように僕の方に勝つ波がもうゴーゴーとね、もうゴーゴーって言い方おかしいか波ってどんな表現だろう。まあ、ザバーみたいな。ちょっと待って、波の表現してる時に通信に失敗しないで。まあ、波がザバザバとね僕の方に今流れ込んできてる状況かと思われるんですが、まあこの調子でどんどんね勝ち続けていければいいなって思います。あ、なんかみんな可愛くない？今回みんな可愛いよね。今のアバターみんなちっちゃかったし。さてこれは 4VS、まあ、4プレイヤー VS って書いてたから、おそらくねみんなでバトル用コースのステージだと思うんですよね。やっぱりそうだっていうことは、どれに入ろう。どれでもいいな、もうどれでもいいから。ちょっと待って待って、よし、じゃあ一番右ここに行こう。ここでいいか。それじゃあ僕はね黄色の土管でキドピコです。皆さんぜひ応援しててください。多分これはピンクコインを3つ集めた人が勝ちかな。見えない見えないけど、あれどっち？え、なんこれ？なんだこれ？ちょっと待って、マジで意味わかんないんだけど。え、なんこれ？なんだこれ？なるほど。この辺から走って、ジャンプしていくみたいな。わかったわかった。この斜めんとこでしょ？きっとそうだ。ジャンプ！あー、惜しい！ジャンプ！これ、どの辺？うまい！うまい！ルイージ！待って、マジでいけねえ。この辺か？オッケー来た。よし、そして次はこれはどうすればいい。なるほど、チョビちゃん、待ってチョビちゃんこれ難しくない？これちょっと難しいんだけど。待って待って、マジで難しい。これは鬱陶しいなマジかよ、こういうステージか。これは本当に難しい。ジャンプ。待って、俺だけ待って、ここから大逆転みたいな、ないかな。待って、寂しいんだけどめっちゃ寂しいんだけど、何やってんの一人で。もう待って、ほんと寂しい、ほんとこれ苦手。もうちょっと後ろのタイミングでジャンプかな。いけ、よし来た、よしよしよし、やっとだ。そしてこれはどうすればいい。これは待って、謎だぞこれ。なるほど、これはしゃがみジャンプでこっちに行って、そしてよし、あはこれは難しいな。ちょっとぐらいで練習したいけど、これ行った人すごいよね。これでも大逆転あるかもしれない。ここで行けると、あはマジで難しい。よし来た。こっからですよね、こっからしゃがみジャンプ惜しい、マジむずい。これジャンプ、よし来た、よしよしよし、これでゴールうわー、よかった、大逆転ね。なんかね、波来てると思わない？僕結構ですね、前回から勝ち続けることができてるから、意外とですね今勝つ波がいい具合で来てると思うんですよね、こうザバザバと。そしてまたザ・フォープレイヤーシャウ・チョーダウンか、ショーダウンの意味は分かんないけど、とりあえずまたね4プレイヤーバトルでしょ。いいね、今日いい回だ今日いい回だ、これぞみんなでバトルって感じですよね。さてこれはどうしよう。青に行こう、青に。見てあそこ、かわいそう赤2人いる、僕は青のキノピオです。あそこ2人いるからちょっと鬱陶しいでしょうね、きっと。見てほら、嫌だろうな、もう。オッケー。で、ジャンプ。で、ジャンプと。で、左、右の。マリオ、早いな。よし、これはね、もう無視していった方がいいんだ。こうやって。ちくわブロックに乗る方が遅いんだよ。ちくわブロックに乗らない方が早いとか、お見通しだぜ。あ、ちくわブロックに乗っちゃった。で、ジャンプ。オッケー。これは負けないぞ。よし。これ、2連勝。いけた！やった！よし！オッケー。やっぱ勝つ波来てますわ。めっちゃ調子がいいですね最近。本当に嬉しい。ピオキング嬉しみ。いや本当マジ嬉しい。今3連勝中か。
まあ、前回1回勝ってやめたから、そして今2連勝してるでしょ。だからね、今3連勝になってるんですよね。まあ5連勝行きたいけど、ショート3-4、何なんて書いてあった NSBW、 ちょっとなんて読んだかよくわからないけど、待って、速攻投げないで、キノピオ、キノピコかキノピコかわかんないけどさ、もう速攻投げないでもよくないもん。よし、オッケー、このまま、よし、いいね、いいね、いいね、このまま渡っていこうか。で、ジャンプ、オッケー、下から行こう。で、このまま渡っていく、よし。そしてこれはどうしよう。おお、やったやった、え、マジで勝てたんだけど。え、4連勝来た。僕ですね、今考えたんですよ。まあ無理だろうと思うけど、全ガチ動画っていうのをね、一回出してみたいですよね。まあ、勝ちだけの動画にするっていうことは編集で簡単にできるんですよ。ただそうじゃなくって、このままずっと引き続きね、3連勝4連勝5連勝とか、それだけのね動画にできたらめっちゃ素晴らしいと思うんですよね。っていうか今まで出したことないと思う、全ガチ動画。さて、雪の音ガエルか、これはどうすればいいんだ。まずこの扉に入ればいいのかな。そして、え、なんこれ、鍵は、鍵なくない。なるほど、その雪だるまを踏めばよかったんだね。オッケー、なるほどね、開けて開けて、よし。そして、うわうわ、いや、ちょっと待って、よし、オッケーオッケー、これでこっから雪だるまが出るってこと。地道に倒せってこと。これ待って、これ結構きついな待って、なんでそんなことすんの。もう俺思ったんですよ、これさ、鍵取らないで、でこっちに行ったらどうなるのって話ですよね。なるほど、あそこにゴールが見えました、見えましたけど絶対に届かないですね絶対に届かないな。鍵どうしたの、鍵、鍵は。そしてマリオ、ナイス鍵、ナイス鍵。ここでここでこっちに来たのはまずいなちょっと待って、ちょっと待ってくれ。よし、これでいけるか、いけないか、あダメだ、届かない。いや結構ね、踏んだらね、右側に渡れると思ったんですけど、ダメだったな。お、待って待って、これ取れない、これ投げて取れない。よし、オッケー、よし、これでゴール、やったやったえ、めっちゃ運がいいんだけど今日。待って、マジで全ガチ動画いけるかもしれん。はい、それじゃあですね、今日のラストバトルにしたいと思います。これで勝てば今日の動画は全ガチ動画になります。ぜひ皆さんね、応援してくれたら嬉しいです。これはルイージという最大の敵がいるな。 S プラスで5100でしたよ。なかなか強いんじゃない。さて、ルイージでしょ。まあルイージをねちょっと妨害しよう。よし、ここ一番最初に行く、オッケーオッケー、でジャンプ、オッケー、しゃがみジャンプを俺は極めるんだ。よし、オッケー、ジャンプ、ここか。そしてもういいと思ったけど、キノコ取ってこっか。一応ちょっとね、ここね、キノコ取っておかないとね、怖いと思いました。だからキノコ取っていくんだけど、もしかしてピークコイン集めないとダメなパターンかな。ほら見て、ほらね、あってよかったでしょう、キノコ。よし、オッケー。そしてやっぱりそうか、いや、こっちは、あ、なんかいけるっぽい。あ、いや、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。あ、待って、マリオ生きるっぽいな、なんかこれもしかしたらチャンスかもしれない。マリオいってる、まずい、うわ、ちょっと待って。よし、このまま渡っていくんだけど、オッケー。そして待ってくれ、マリオが速い、やばい、俺の全負け、全負けじゃない全ガチ動画がなくなる。スタースター、来た、よし、マリオに追いつこう。待ってくれ、やばい、多分もうマリオゴール寸前か、寸前だくっそー、まあいっか、ありがとうマリオ。全ガチ動画じゃないけど、全部ゴールすることができた動画になりました。それじゃあですね、最後の試合負けてしまいましたけど、めちゃくちゃ今日のバトルは楽しかったです。次回のマリオメーカー2もみんなでバトルをやるんで、ぜひまた見てください。この動画が良ければグッドボタン、そして
リオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。